はい、どうも、ケイダです。ちょっと今、最悪、ちょっと待って。なんか、でっかい蜘蛛の巣かかったんやで。蜘蛛絶対おるやん、今の。どこ行ったん、蜘蛛。はぁ、マジだるい。全然見とらんかった。だる、蜘蛛放ってきたらもう無理やて。めっちゃでかい蜘蛛の巣かかったんですよ。だるいだるい、それは。絶対蜘蛛おるやろ。嫌やで、そんな始まり方。とりあえず今回、ま、釣りやってきたんですけど、もうちょっとテンションめっちゃ下がりましたわ。僕の嫌いなもの、マダニ、蜘蛛、スズメバチ。はい。ということで、まあ、やっていきます。嫌すぎる。はい。とりあえずね、今回、ダムやってきました。まずはバックオーダーから。で、まあ、ちょっとね、友達に聞いた。これ、フリルドシャット、デプスのね、フリルドシャットのホバストがめちゃくちゃいいと話聞いたんで、ちょっと今回これ試していきたいなと。今回初仕様でね、とりあえず、ホバストのフックは自分で作ってます。作ってるというか、自分でキーパーをね、作ってます。で、フリルドシャットにつけて、まあ、釣れたら解説しますね。やば。何これ。やば。めちゃくちゃええやん。ほんまにやばいわ、これ。待って。バスおらんかな。これやばいわ。やばさはね、後で動画撮れたら動画で、このアクションの動画見せたいぐらい。バスおらんかな。なんか若干濁ってんねんな。濁ってるプラスちょっと今日寒いねんな。で、今回ね、これは7ポンドでやってます。PE は06。で、リーダーが7ポンド。で、7ポンドって、ホバストをするにあたっては、僕の中では考えれない太さ。もうホバストは基本僕はね、4ポンドを軸に考えてます。基本的には。ただ、なぜ7ポンドなのかというと、フリルドシャット自体が結構ね、ボリュームがあるので、まあ、この7ポンドのラインでシェイクしても、ラインに負けずに、ワームが綺麗にアクションしてくれると思ったんで、7ポンド。これはもう試していきながら、そのいいポンド数を探していこうかなと。多分ね、割とこの大きいんで4点何インチかあるんで、その4ポンド使わなくても全然いいと思うんですよ。で、まあ、太い糸を使えるメリットっていっぱいあるじゃないですか。結構ごちゃごちゃしたところでバスとファイト、強引にね、ファイトできたりとか。いうメリットがあるんで、いつも使ってるライアミノーとかのホバストとは、こう、差別化できる。こんだけね、ワームが、まあ、ボリュームあるんで、魚寄せる力もね、でかい。あと、この、頭のリップみたいなやつが水すごい押してると思うんで、結構ね、魚に気づいてもらいやすいと思うんですよ。ホバストってそこまで集魚力はない釣りなんやけど、これに関しては多分結構ね、集魚力 あると思うんですよね。フリーノットの方がもっと綺麗にいくんかな。かなり綺麗にロールはしてるけど、ちょっとコツはいるかな。なんかちょっとこう、血取ってしまうというか、その血取りはいいかもしれへんけど、もしかしたら。
ちょっと早めに撒いたら綺麗にロールするんですけどね、めちゃくちゃ。めっちゃ釣れそうなアクションしてるわ、これ。ほんまに。ほんまにめっちゃ釣れそうやわ。あとは魚がおるかおれへんかやな。わあ、食ったのに出てきた。うわ、マジで。ゴミ溜まりから出てきて食ったのに乗らんかった。でかかったやん。乗ってくれよ。ドンって出てきた。もうすごい勢いで。よっしゃ、乗った。よっしゃ、ゴミ溜まりからもう一回出てきてくれた。あんまでかくないけど。よいしょ。あ、とんでもだ。うわ、ガリガリのアフターやな。アフターやけど、釣れた。ちょっとフリルと飛んでもったけど、これワームグルで直さなあかんな。避けたな。はい。30後半、40ギリないぐらい。ガリガリやわ、アフター。しゃ。まあ、とりあえず。はい、ありがとう。オッケー。はい、とりあえず釣れましたね。釣れたけど、このフリルドはちょっともう使えんので、結び替えてっていうか。いや、マジでね、この、何？太い糸で、ホバストできるっていうのはマジで嬉しい。今までね、ホバストって言ったら、やっぱり、4ポンド、5、まあ、最大でも、6ポンドかな、みたいな。6ポンドでやると思う。でもね、ラインが硬すぎて、ワームが綺麗にロールせえへんかったんですよ。今まで使ってるワームは。で、ちょうどいいのがなくて、逆股の5インチとか、やってみたんやけど、やっぱり潮多いし、ちゃんとね、なんかこう、ホバリングせえへん。で、潮多いワームやったらどうしても沈むのが早いんですよ。ただ、このフリルドはね、完全ノンソルトで割と浮力が高いんですよね。だからここにスリットがあるからか、このスリットが空気質になってるのか知らんけど、めっちゃね、ホバリングしてくれるんですよ。かなりやりやすいんで。ただ、その、このおかげやと思うんやけどな。なんせめっちゃホバストしやすいんですよ。で、この、リップみたいなのついてるじゃないですか。リップみたいなのついてるから、ロールしてんのめっちゃわかりやすい。他のワームやったら、フラッシング系のね、まあ、ハドルスイマーのリアルカラーとか、ハドルスイマーエラストマーとか、あの辺は、フラッシング効果があるんで、ロールしてたら明滅で、こう、自分で操作してて、あ、ちゃんとしっかりロールしてるなーって分かりやすいんですよ。でも、まあ、例えばライアミノーとかは、ロールしてるからちょっと分かりづらい面があったんですよね。まあ、ライアミノーはめちゃくちゃロールさせやすいんですけどね。だから、ロールしてるか してないか心配せんでも、基本多分ロールしてるとは思うんですけど。こいつはなんかこのリップあるから、めっちゃロールしてるのが分かりやすいのと、で、このね、リップがあるおかげで、ラインがめっちゃ立つんですよ。こう、普通のワームやったら、アイがね、リップがないんで、ラインがこうなってしまいがち。わかります？こうなってしまいがちなんですけど、リップがあるおかげでラインがめっちゃ立つんですよ。だから多分ね、むっちゃホバストがしやすいっていう感じ。もうね、えぐいぐらいしやすい。ほんまに。ビビるわ、これ。ホバストしやすいですよって聞いて、まあ、一回まあ使ってみようかと思って、今まで、正味ね、正味の話、フリルドシャットなんか気に留めたこともなかったです。
というかもうもはやこれホバスト専用ワームとして出した方が良かったんちゃうかぐらい、えぐいぐらいいいアクション。で、おそらく魚引っ張る力がかなり強めやと思います。ほんまに今みたいにね、こういうカバーとかね、こういう際を通してくると。で、ちょっとね、ここ水が超クリアではないんですよ。割とステイン気味。で、濁ってるんで、まあまあ、普通にライアミノとかでも食ったかもしれないですけど、やっぱり魚を寄せる力っていうのはでかいワームの方がもちろん強いので、だから、その濁ったフィールドであったりとか、で、ため池であったりとか、ため池で普通にブラインドでね、ホバストとか、僕全くやったことないんですよ。やる人いてるかもしれないですけど、僕はそんな選択肢なくて、もうその濁ってるため池やったら、もうシャトテル投げてまこうよみたいな、チャター投げてまこうよみたいな感じなんですけど、そこへこれから、まあ、ホバスト入れていけるかもしれへんなって。結局やっぱりそのシャットテールじゃ食わへん魚、スピナベとかチャターとかじゃ食わへん魚、もちろんいてるんですよね、ため池で。そういう魚に、まあ、この食わせ系の横の動きで、割と早めに誘っていける。これが、でかい。バスカユしてきた。これね、ピンク避けたんで。ピンクじゃない色。もう一色持ってたんでね、そっちでやってるんですけど。あ、見にくすぎる。反応してるかな？反応してる。追ってきてるけど、ワームどれか分からへんな。絶対追ってきてるな。よっしゃ、来た！うわ、バレた！待て、いっぱい追ってきてる。待て、テンション上がってる、テンション上がってる。あ、しゃくった。うわ、また割れたって。ほんま、なんでバレるん。えぐいやん、もう取り合ったで今。すごかったっすよ。なんでバレるん。 5匹おるうちの2匹食わして2匹バラしたわ。で、まだいてんねんな、スクールで。なんなん、雨でテンション上がってるん、これ。ちょっと待って、マジで。めっちゃ食うやん。アクションね、こんな感じ、ホバスト。グリルドのホバスト。これね、何やろ。足元で、こうやるとね、何のアームでもホバストできるんですよ。竿を、こう、上でね、やると。だから、あえてちゃんと竿を寝かして、こういう感じでやってます。だから、ほんまに、何やろ、進みにくいっていうのは分かってもらえると思う。で、ネイルがね、これ0.3入れてます。まあね、これ片手です。スマホ片手で竿っていう感じのスタイルでやってるんで、かなり正直動かしづらいですけど、ほんまはもうちょっと綺麗にできますね。